来たよ来たよ、バイキンマンみたいなお腹。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ行きますか。あっちにシーソーコンビがおるってことやろ、あのエレベーターの先に。てかここまた封鎖されとったんやね。シーソーコンビは奥にいる、気をつけていきましょう。オッケー。クリア後の世界に一切オリーブさんが出てこんねえけど、この辺にもまたおらんのかな。お、おや、おやおや、何それ仲間たち。扉のロックも破られ、各地のスタジアムの騒ぎも解決されたようですね。さすがはチャンピオン。どういう組み合わせなんかがよくわからんねやけど。親族？お前たち、褒めて差し上げなさい。うわ、ムカつく。ムカつく。いや、あいつ拍手してないやん。なんですか、こいつらは。気味が悪いですね。どうしてポケモンを勝手にダイマックスさせたんだよ。すべては偽りの伝説。ザシアンとザマゼンタの本性を暴くため。ザシアンとザマゼンタはガラル地方を救ったんだぞ。愚か者め。これまで我らが英雄の結束として称えられていたのに。貴様らが無限ダイナからガラルを救い、そこの娘が本など書いたせいで。そうだそうだ。やっぱ親族か。恥を知れ。いや、てか、称えられとったとか、あなたたちのこと知らないし。真の英雄はポケモンだと、突然歴史が覆った。では我らは何なのだ。ご先祖様が嘘つきだと。やっぱりあんたたち、ガラルの王族だったのね。その通り、今までも、そしてこれからもね。これまで通りの歴史が正しい歴史なのだ。ポットでの英雄など、すべてザレ事。違う、本当のことだから。私の考えでは、ザシアンとザマゼンタは遥か昔からガラル地方を守ってきたんだ。では、どちらが正しいか試すとしましょうか。真の英雄ならば、ガラル粒子を強引に注入しても、紳士的でいられるはず。なるほど。今回のダイマックス騒ぎはそのための実験だったと。まさかザマゼンタたちも暴れするつもりかよ。それで本性がどうのこうのって言うん。今更理解したところで、可愛い弟が上で最後の準備をしていますよ。させないぞ。え、ってことはザシアンとザマゼンタ上におるってこと？なんなん、リフトで上に行きたければ、我々を倒してから行きなさい。そのなんか、頭ポインポインのリアルのすごい気になるんやけど。本気勝負のために揃ったポケモンをお見せしましょう。え、変わってないんやろ、どうせ。ポケモントレーナーのソットが勝負を仕掛けてきた。さあ、どうよ。ほら、結局ポケモン一緒やん。ネギがないってやし。ここは、飛行がいいんやっけ。いやね、アーマーガーで行こう。屋上やったらあれやけど、ここは、ダイマックスできんけんね。そのまま戦うしかやね。この世界の盾ってなんでああいう形なんやろ。ちょっと意味がわからないんだけど。よし、どれでもいける。ブレイブバード。鳥なのに飛行タイプに弱い、ネギがないと。はい、一発。え、本当に？本当に育てた？なんか変わってる？一緒じゃないですか。ほら、キレキザン、もうポケモン何にも変わってないもん。レベルが上がっとったりとかするんかな？あ、ここはこれじゃいかん。エースバーンか。よし、エースバーンで行こう。てか本当にこの人たちは称えられてたの？この兄弟はなんかちょっと貴族っぽい格好してるけど、後ろにおったの結構なんか普通にその辺におりそうな人たちばっかりやったよ。この二人がなんか本家の人間とかそういう感じなんかな。二度蹴り。で、あとは文系の人間とかそういう感じ？で、この人たちの話聞いたことないもん。え、だってあの、伝説の二人なわけでもないってことやろ？多分。お、無限ダイナレベル63。愚足無者。このまま行こう。だってあの
伝説の、あ、このままじゃいかんのか。やっぱアーマーが、よし、入れ替えます、じゃあ。じゃあ入れ替えます。あの、ザシアンとザマゼンタと一緒に戦った勇者二人なわけでもなかった。そこの末裔ってわけではないってことよね。また別。元々の伝説とは一体どんなんやった全然思い出せんけど。要は、遺跡の表面にあった落書きみたいなやつが元々の伝説ってことよね。あれなんか伝説記されとったっけ全然、記憶にないんやけど。でもそれぐらいの感じってことやろ。はい、エースバーンでいきます。あれさっきの体力残ってなかった？なんで倒れたん？普通に、あれよね。途中で戻したわけじゃないよね。ポケモン。危機回避で引っ込んだだけで倒れてませんよ。火炎ボール。一回だけの攻撃じゃなかったんかな？おっしゃー。これで全部？じゃない？どうや。お、ガメロデスレベル72。あれほら、なんでグソクムシャ途中で入れ替えたん？なんかよくわからんけど。よくわからんけど。なんかあったんかな？あんまりちゃんと見ていなかったわ。そう急がずとも良いでしょうに。のんびり楽しみましょう。こっちが下げさせたんかな？そんな技使った感じはせんかったけど。これ最後の一匹やろ？オッケー。続け。あ、これ、さすがにこれじゃやっつけれんか。さすがにこれじゃいかんかったか。続くでいけるかと思ったけど。しょぼすぎた。はい、オッケー。お、アーマーガーレベル73。バリヤードレベル48。お、最高記念室いいやん。ということは、ミラーコートを忘れて、サイコキネシスを覚えよう。はい、オッケー、サイコキネシス。はい、これで3回目の勝利やね。おー、我のノーブルなポケモンたちが。ノーブルとは？高貴で上品という意味です。お！バリヤードが。おや、バリヤードの様子が。もう向こうというかこっちがパワーアップするために戦いよるようなもんやね。お、来たよ来たよ。バイキンマンみたいなお腹。おめでとう、バリヤードはバリコールに進化した。かわいい、どっちもかわいい。バリコール、コメディアンポケモン。タップダンスの達人。氷でできたステッキを振り、軽やかなステップを披露する。いいね。なんと負けてしまいましたか。みんな追い返した。上に行けるぞ。あ、周りも蹴散らされてるやん。何？今の声って。ああ、弟よ。間に合ったのですね。上がりますか。間に合った？伝説の2匹が上におるってこと？ちょっと待って、上行くわ。なんかサイヤ人になってそうな感じの音が聞こえる。スーパーサイヤ人になってそうな感じの音が。ふははは、やった。やりましたよ、兄者。屈した盾に釣られてやってきた小奴めに、ガラル粒子を注入してやりましたよ。おー、暴れ出す？大丈夫か？あれ？もう一匹は？そんな、ザマゼンタ苦しそう。俺が屈した盾を奪われたせいで、誘い込まれたんだ。さあ、己の凶暴性をさらけ出し、偽りの王であると自ら証明なさい。ちょ、凶暴にならないで、落ち着いて。弟よ。我ではない。町へ繰り出し、破壊の限りを尽くすのです。いや、憎いそいつだけやっつけとけ。必死で自分を抑えようと。でも制御できないんだわ。ザマゼンタ。これまでみたいにおとなしくさせたいですが、相手はゴースゴスかけた伝説のポケモンです。捕まえようなんて考えない方がいいですよ。
悔しいけどどうにかできるのはきっとアイナだけだぞ。周りにされたら俺たちが守る。アイナはザマゼンタをおとなしくするのに集中だ。アイナ、来る。私一人ですか？こんな凶暴な伝説のポケモンに、ザマゼンタが現れた。何系なん、まず。ここはダイマックスできるんやっけ？あ、なんか防御力高そうやね、ザマゼンタやし。あ、できん。ちょ、待って、ここは。アーマーガーですか？アーマーガー、今ちょっと体力があれないよね。体力があれないよね。やられそうじゃない？大丈夫？レベル的には相手何レベルなん？おー、危ねえ。70か。じゃあ一応こっちの方が上ではあるけど。どうだ。満タンの薬。あの時ダイマックスできたのに。無限ダイナの時。今はできんのか。じゃれつくかわいいな。かわいいな。ブレイブバードで。でもこれ自分にもね、反動が跳ね返ってくるけんね。ブレイブバード。一発で仕留めたいけど。お、でもあと一発でいけるんじゃないかな。ブレイブバード。さっきのって振りじゃないよね。捕まえれんねよね。まあ、特にこれ、あれやろ、シールドの方やろ。絶対無理よね。あと一発いる。ちょ、待って、ドリルくちばしで行こうかな。これ以上反動を受けたくない。見た目の割にめっちゃ可愛い感じの技よね。じゃれつく。まあ、技の名前もそうやけど。よし、これでおとなしくなったでしょ。お、ゴルーグレベル52。アームハンマー。アームハンマーって、あれかな。ホルードが覚えたやつと同じやつ？ん？違うかな？ちょっとわからんけど。メガトンパンチ、ゴーストダイブ、ジダン、ん？ゴーストダイブ。ジダンダ。ジダンダ忘れよ。よし、これでジダンダ忘れて、アームハンマー。ふう、なんとか抑えたけど。ザシアンは？ザマゼンタ大丈夫か？大丈夫？一応落ち着いた？見た目は元に戻ったっぽいけど。ホップ危ない！何？ん？ああ、止めに入った？ザシアンやろ？ほら。落ち着けって言うきっと。ザシアン？なんか会話しよる。助けてくれてありがとな、ザシアン。うん。去っていったけど。どっか飛んでった？まだ力が制御しきれてないんだ。アイナ、俺心配だ。ザマゼンタ追いかけるよ。何やってんの？意識朦朧としてんの、君。それはザマゼンタのだ。返してもらうぞ。あ。あ、ホップは串刺盾を取り戻した。ふらふらやったけど。そんなにダメージ受けた？お、もうやっつけてしまえばいいんじゃないかな、そいつ。ギャー！お願いです。弟を傷つけないで。え？ザシアン。お、こっち向いた。ザシアンはアイナをまっすぐ見つめている。何？仲間になる？仲間になりたそうにこちらを。見てない。見てない。尻尾かわいい。キツネみたいやね。さすがチャンピオン。あの事態を収めましたか。そしてあのポケモン、君を待っているみたいですよ。え？どういうこと？やっぱり、あれですか？捕まえるんですか？とりあえず、今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、ザシアンを捕まえてホップとザマゼンタを追いかけるみたいな、そういう流れ